JR 広島駅での訓練に当たったのは、JR の職員や県警の鉄道警察隊などおよそ40人です。ここ数年、駅の構内や列車内では、乗客が無差別に襲われる事件が全国で相次いでいます。こうした中、乗客の安全確保や救済を目的とした訓練では、刃物を持って襲いかかってきた不審者への対処、駆けつけた警察官が取り押さえるまでの流れを確認しました。殺傷事件とか傷害事件というのも増えている中で、結構もう当たり前かのようになってきてますので、もしも出した場合にどういうふうに動かないといけないかとか、どういうふうに連絡体制とかしなければいけないかというところを、きっちりこれからも仕上げていきたいなというふうに思っています。 JR 西日本は、不審者を目撃した場合は速やかに近くの係員に連絡してほしいとしています。